はい皆さん、こんにちは。講師の森田隆二ですそれではです、ね、ただいまより不動産鑑定試験、夏から開始、基礎コースで2年内に論文合格を開始いたします。どうぞよろししくお願いいたしますはいえー、本日、ですね不動産鑑定試験講座のですねガイダンスということになりますけれども、えー、画面を切り替えていきますと、えー、まあ私はあ経済学とですね会計学を担当しております、森田と言います。 でまずですね本日ですねお話しさせていただきますですね構成になりますけども。えー まず不動産鑑定士という、ねえー、資格なんですけども、狙い目の資格であるというところですね、お話しさせていただきます。でそれを踏まえまして、ですね、不動産鑑定士になるには、ですね、えー、国家試験に合格しなければいけないんですけれども、その試験制度ですね、そして試験に合格するためのですね、レックの講座ですね、をお話しさせていただきまして、えー、そして、えー、短期合格するためのですね、学習法ですね、何をすればですね、短い期間に受かるのかというね、 えー、そんなところをですねお話しさせていただければと思っておりますではですねその次なんですけども エコノミストの視点ということでありまして、えー、私はですね経済学の講師ということでありましてエコノミストの視点からですね、えー、お話しさせていただければと思いますけど、えー、狙い目かどうかの、ねえー、資格がですね狙い目かどうかっていうのはですね需要と供給を考えれば良いんですねでこの不動産鑑定士という資格はですね実はですね非常に狙い目でなぜかというとですね 供給が圧倒的に少ないんですね、えー、人手が非常に足りていませんよというね、えー、そういった状況にあります 足足りりなないとこういいとととうことですね人がさらに、ですね仕事が非常に多いんですよとこれからちょっと伸びていき、ま、の述べていきますけどね、えー、結構多いよということでありまして、えー、供給が少ないよと需要が多いよということでありまして、えー、この2つがね揃っていればですね狙い目の資格になるわけなんですけども、まあ、つまりですね需要が多すぎると供給が少なくすぎると、えー、超過需要というですね需要が供給を超過している超過需要というですね状況が発生しているというね。 ことこでありまして、そういった業界でありますから、また、あ、がってです、ねまあ、結構、引く手あまたの状況ということでありまして、ですね、まあ、狙ってほしい資格のですね、一つであるということで、まず認識していただければと思いますね。 では、えー、と今度、その次なんですけれども、えー、三大国家試験というね、えー、テーマ、タイトルでお話しま、ね、まねさせていただきますけれども、えー、まず司法試験というのがありますね。えー、まあ弁護士さんの数というのは約4万人ぐらいということで、すね。まあ、司法試験合格者はね、えー、全員が弁護士になるわけじゃありませんけれどもだ、だいたい弁護士さんの数は4万人ぐらいかなと。で公認会計試験というね、えー、やっぱり難関資格がありますけれども。 こちらはですね約3万人ぐらいと。 そして、我が不動産鑑定士試験はですねどうかというとですね不動産鑑定士の方は9000人いないぐらいでしょうかね非常に結構少ないということでありまして単純にね比較っていうのはできませんけども三大国家試験といわれる試験が司法試験公認会計試験不動産鑑定試験というに言われますけどもこの中ではですね圧倒的に数が少ないんじゃないですかということでありましてそういった意味でもですね希少性が高いと。 こういうふうにね、考えることができるのかなということであります。で、まあ、さらにですね、まあ、数がそもそも少ないんですけども、40%超がですね、60歳以上というふうに言われてたりしましてですね、えー、まあ、かなりですね、高齢化が進んでいると。まあ我が日本はですね、少子高齢化が進んでいるということなんですけども、この不動産鑑定士の業界もですね、えー、結構な、 高齢化が進んでいるということでありましてですね若くしてですね不動産鑑定士となればですね、まあ、かなりですね活躍できちゃうそういった状況にですねあるんだとそういうところですね認識していただければと思いますね。ね で、えー、不動産鑑定士の仕事なんですけどもまず不動産鑑定評価業務というのがありましてですね、まあ、要はざっくりといえばですね、不動産のですね、値段をですね、えーまあ、計算するということになりますけれども、えー、より厳密に言いますとでですすね、ね、こうです、ねえー、公平中立の立場からね、えー、公平中立の立の場から理論的にですね、不動産の価格を求める、えー、そういったね、えー、業務、えー、これをですね、不動産鑑定評価業務というんですね。 でこの不動産鑑定評価業務はですね公的評価と民間評価とこの2タイプありましてですね、まあ、要は公的なお仕事もあるんですねそして民間のお仕事もあるということで要は発注元がですね、まあ、いく2つあるということですね民間だけじゃないよとお客さんがね、えー、こういった状況にあるわけですねでそもそもまあ不動産というのは何ですかというと、まあ、ざっくりといえば土地とか建物というふうにお考えください でこの不動産鑑定評価業務はでですすねねこうなんです、ね、独占業務なんですねえ、不動産鑑定士しかですねできません、えー、これが不動産鑑定評価業務ですねえ、したがって独占業務ですからね、これ、希少価値が極めて高いですね、え他の人が、ね、この不動産鑑定評価業務をですね行えないということですね。合格してから あ不動産鑑定評価業務がです、ね、合格してです、ねまあ、実務収集を受けてです、ね、さらに合格してからじゃないと不動産鑑定士になれませんけど不動産鑑定士になってです、ね、ようやくこの鑑定評価業務ができるということでありましてだから合格しないと、ね、できませんから希少価値が非常に高いですよと独占業務ですからねで合格しないとダメということですから参入障壁が非常に高いというふうなそういった状況にあるということですね。だから参入障壁が高い 高いといととうことはですねなっったたでですすねね不動産鑑定士になな安泰とということです、ね、なるのは大変ですなるのは大変ですけどもなったあと安泰ということでありますので、まあ、そういった意味でも狙い目かなと、ね、需要が多いとそして供給は少ないとつまり超過需要の状況にあると、ね、仕事がいっぱいあるという、ね、状況ですよね人が足りてないでさらに参入障壁がありますからですねかなり守られた状況にあると、えー、これが不動産鑑定士の業界であるわけなんですね。 であともう一つの柱がですねコンサルティング業務になりますね、まあ、コンサルティング、まあ、つまり、えー、クライアント、お客さんにですねソリューションを提供するような業務になりますね、まあ、この不動産鑑定士というのは、ですねやっぱり不動産のですね資格の最高峰にある資格ですから、不動産関係のですねコンサルティング業務っていうね、えー、お仕事もあるわけなんですよね、えーまあ、この2つのね、えー、不動産鑑定士にはお仕事の柱がありますよということであります。 でではその次ですね、不動産鑑定評価業務の丸1というところでありまして、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、公的評価ですね、えー、まあこういう、ねえー、公的なお仕事もあるんだよということでありまして依頼の意思です、ね、国とか都道府県と。 仕事の場面なんですけど、えー、工事地価とか相続税路線価ですね、えーまあ、あ工事地価とか相続税路線価というですね、まあ、こういうね、えーまあ、そういった価格があるわけなんですけど、えー、これを計算するのがですねまさにこの不動産鑑定士であるということでありますね、まあ、後ほど工事地価についてね、えー、お話しちょっとさせていただきますけどね。 それから裁判所の競売物件の不動産鑑定評価業務っていうのもあったりしますしそれからあの公用地をですね取得するということもですね国とか都道府県というのはするわけなんですけど、まあ、その際のまあ金額、価格をですね、まあ、計算するということも不動産鑑定書はしますよということでありましてまた、あ、いまして毎年ですね安定した需要があるということですね、まあ、公的なお仕事ですから。国とかか都道府県がお客さんんですからねあんまり 景気に左右されずに、ですね、えー、毎年ね、えー、ちゃんと仕事がありますよということですね、まあ、工事地価も相続税路線価も、ですね、あの毎年ですね、計算するということでありますから、毎年仕事があるわけなんですよ、えー、したがって安定した需要がですね、まあ、公的評価には期待できるということであります。 でまあ、地下工事ですね、まあ、先ほどちょっとね出てきたところでありますけれども、地下工事について簡単にお話しさせていただきますけど、地下工事法というのがありまして、ですね、えー、国土交通省、えー、国交省ですね、えー、の土地鑑定委員会というのがありまして、ですね、えー、まあそこが出すということでありますけど、実際計算するのは不動産鑑定士であるということで、えー、毎年ですね1月1日時点のですね、まあ、2万6000の標準値というのがあるんですけども、えー、その標準値をですね客観的にですね、えー、まあ あ計算すると妥当な価格を計算していくとでそれを工事しますよというのが、まあ、地価工事ですね、まあ、正常な価格を計算しそれを工事していくんだとこれを地価工事というふうに言いますねで、まあ、土地を取り引きする際のですね重要な指標になりますよということでありますね。 で2021年、ですね地下最高額はですね、えー、銀座4丁目の山の楽器銀座本店になりましてですねだいたいね3月にですね、えー、これ発表されますね、地下工事はね、えーまあ、1月1日時点のですね価格になりますけどもそれを3月ぐらいに発表するということでありますけども。 えー、この2021年のですね最高額になりますけれども、1平方メートルあたりですね5360万ということでありまして、ですね、えーまあ、残念ながらあ、まあ、コロナの影響でですね7.1%も下がっちゃってるよということであります。 ちなみになんですけども、まあ、昨年、ですね2020年の、えー、地下最高額もですねねこのね銀座4丁目の山の楽器銀座本店だったわけなんですけど、えーさえー、昨年というふうに言ってしまいますけどね、2020年はですね、えー、過去最高だったんですね、えー、1平方メートルあたり、えー、5770万円であったということで、まあ、かなりの金額ですよね、まあ、やっぱり銀座は高いというふうに考えることができるのかなと思いますね。 では、まあえー、不動産鑑定評価業務の二ということでありまして、えー、もう一つの柱がありますね民間評価ということでありまして依頼主、お客さんはですね個人だったり企業だったりということでありますねで仕事の場面はということなんですけども、えーまあ、個人とか企業はね不動産を買ったり売ったりというのをしますよね不動産を売買する際にですね鑑定士の鑑定評価というのをでよ、ねえーまあ、りどころにしたりということがありましてですね、えー、依頼主が ですね、この不動産売買をする際にです、ね、お仕事というのは生まれてきますよとあるいは担保とか賃貸の場面ですねそういった時も、えー、お仕事がありますよとで不動産の相続ですね相続する際もです、ね、この不動産いくらなのっていうのを、ね、考えなければいけませんから、まあ、相続の際にも、えー、鑑定評価業務が必要とされますしあるいは M&A ですね、えー、合併と買収 マージャンアクイジションというふうに言いますけど合併したり買収したりする際にですね、相手の会社のですね、不動産は実際問題いくらなのかっていうのをです、ねまあ、考えなければいけませんけどその際にもお仕事があるとで最近これですよねこれが非常に増えててですね、まあ、鑑定士の仕事が、えー、鑑定士さんが足りないというふうに言われておりますけど、まあ、不動産の証券化ですよね。 リートというのがありますけどね、えーまああのリート絡みの、ね、お仕事なんかも結構ありまして、ですね、まあ、証券絡みの仕事がで結構ね、えーまあ、いっぱいありますんで、えー、人手が足りてないというような状況にあります。ですから、まあ、需要が非常に多いですよというふうに言えるのかなと思いますね。 でもう一つ、ですね業務ありましたよね、えー、それがコンサルティング業務ということでありまして、えー、こちらはいくつかありますけどね、えー、まず一つ目、ですね不動産の有効活用の提案ですね、やっぱり不動産鑑定士ということでありまして、不動産の最高峰の資格ということですから、不動産を有効活用する際のですね知恵を持っているということで、まあえー、お客さんにですねソリューション提供できるということでね、えー、こういった提案なんかもできますよと。 でそれから2つ目ですね、マンションの建て替えの際のやっぱりコンサルティングですね、やっぱ不動産の専門家ですからね、えそれから市街地再開発事業にかかる不動産の権利調整ということで、まあ、不動産は、まあまあ、権利調整、権利関係が複雑だったりしますからね、やっぱり不動産鑑定士がこういったところに配慮に入ってとっていうことが求められたりします。 えー、それから CRE 戦略ということでありまして、まあ、CRE= 企業所有不動産ということでありますけども、えー、の有効活用を提案したりだとかね、まあ、企業というのは、まあ、あ不動産をね結構持っておりますけども有効活用できてなかったりしますからあそれをね、えーまあ、きっちりと提案していくっていうのはですねやっぱり鑑定士じゃないとできないのかなと。 それからプロパティマネジメントということで不動産管理業務なんかにも関わることができるのかなということでありますね。ですから、このコンサルティング業務で考えてもですね、需要が多い、仕事が多いってことですよね。人が足りてないし仕事いっぱいありますよってことですね。えー、まあこれがコンサルティング業務でありますよと。 まあ、CRE 戦略ですね簡単にちょっと見ていきますけど、まあ、企業のですね、えー、所有している不動産の有効活用をどのように提案していくのかということでありますけど、まあ、例えばキリンホールディングス、まあ、キリンという、まあ、会社はですね三菱系の会社でありますけども、えー、私が現在、ね、収録しているのは中野になりますけどねレックの本社は中野にありまして、まあ、あ結構ご近所さんになるわけなんですけども、まあ、キリンホールディングスが数年前に中野に引っ越してきたと。でキリンンホールディングス17社がですね中野に 結集したんで,す、ね、でまあメリットといたしましてはですね17社が一堂に集うということでそして最新鋭のですね最新のですね、まあ、非常に充実した、まあ、ビルということでありますから、まあ、防災の観点からあるいは安全の観点からもですね非常に優れているというところでありますよね。えーまあ、こういったところがメリットの一つかなと。 2つ目、ですねでやっぱり17社結集しておりますからね、まあ、あ効率的にいいお仕事ができちゃうとでコミュニケーションもですねやっぱり、なんだかんだ言ってフェイストゥーフェイスというのが大切ですからコミュニケーションもですね円滑化しますよねとでさらにですねやっぱり17社結集することによってです、ね、バラバラの時にですに、ね、重複して発生していたコストがですね削減できちゃうというこれも大きいですよね。まあ、したがって、まあ、こういうい あの結集するといいですよっていうご提案も、えー、鑑定士なんかがですね、えー、行うということでありまして、えー、そういうね、えー、お仕事の場面なんかもありますよということですねで次、ですね不動産鑑定評価業務のフローというところになりますけれどもどんな感じでですねお仕事があですね、えー、なされるんでしょうかということでありましてまず1つ目、ですね依頼の受け付け、ね、お客さんからお仕事の依頼が来ますよと。そして え現地調査ですねやっぱり現地に行ってですね実際に調査すると自分の目で見るというところが大切になりますしそして資料収集ですね、えー、計算するわけですからあ不動産の値段をですね計算するわけですからねしたがって資料を集めなければいけないと計算する際のですねネタが必要であるということですね。 そしてそのネタをですね踏まえてですね使ってですね鑑定評価書、ですねここにですねこの不動産はいくらですよというのを書いていくわけなんですけど鑑定評価書をまあ作成するんだとそして交付するんだと、こんな流れにねざっくりと言えばなっていいるととうこででありますで合格後の道なんですけどねいくつかありましてですねまず開業しちゃうっていうのがねできちゃうそういったね資格でありますよね。 えー、なぜかというと、まあ、公的評価があるからですね毎年一定の安定した収入が見込めるからなんだよということですね。ね あのー、他の資格と違って、ですねやっぱり公的なお仕事があるとで、公的なお仕事というのは、ですね、あのー、景気にあんまり左右されませんよね、まあ、先ほどの地下工事なんかは、ですね毎年1回、景気が良くても悪くてもやるわけですから、相続税路線化もです、ね、毎年1回やるわけですからね、ですから景気に左右されないと、だからそういったお仕事をきっちりとですね毎年毎年ですね掴んでいけば、ですねあの安定した収入が不況であったとしてもですねいただけるということでありまして、 安定した収入がですね見込める、そういったねお仕事であるんだよと、でそれからまあコンサルティング業務でですね差別化しちゃうというのもありますよね、やっぱり差別化っていうのがですね、まあ、必要になってくるのかなというふうに思いまして、ですね、まあ、これはやっぱり経済学の発想ですね、差別化、何あの,他のと,こところは違いますよというね、そういったところをかぶ、まあ、あせていけばですね、まあ、結構できちゃうのかなというふうに思いますね。 でまあ、共同経営ですね、えー、弁護士さんとワンストップサービスということで、まあ、独立開業してもいいのかなということですね。えー、まあこういうね、いろいろできちゃいますよとで、さらにですね、合格後の道ちまるにということでありまして、企業内鑑定士ですね、企業の中でまあ働きますよと。 関東室として働きますよ。ということで、まあ、不動産鑑定事務所っていうのがありましてですね。まあ、ここでですね。主にえー、まあ、鑑定評価書を作るお仕事をするわけだったりするわけするわけだったりしますけれども。も、えー、鑑定事務所で働くというですね。まあ、生き方ですね。それからまあ信託銀行ですね。信託銀行にもこの鑑定士さん結構いましてですね。まあ、やっぱり働く場面があるんでしょう。 それから3つ目、ですね不動産会社、建設会社、鉄道会社、観光庁、金融機関、こんなところにもで鑑定士さんいらっしゃいまして、です鑑定士さんが活躍する場面がありますよということでありまして、独立しちゃうということも一つの道ですし、企業に残ると、企業で働くということももう一つの道ということでありまして、ですね合格後の選択肢というのがいくつかあると、ここがですね魅力的なところなのかなというところであろうかと思いますね。 短期合格するためのです、ね、学習法をです、ね、簡単にお話しさせていただければと思いますけど、えー、バランスよく勉強していくことが大切かなと。 でまあ得意科目を伸ばすよりも苦手科目をなくすという勉強法、これがですね求められるのかなというふうに思いますね。えー、とにかくこの不動産鑑定士という資格は、ですね科目がですね結構あるんですね、バラバラな、そのなんていうのかな、あのーえー、いろんなタイプのですね科目がですね結構あるんですよ、そこが他の資格との違いかなと、まあ、例えば司法試験で言えば、ですね全部法律じゃないですか、ね、公認会計試験で言ったら、大半がですね会計絡みじゃないですか。だけどこの不動産鑑 不動産鑑定士になるために鑑定理論というですね、科目があるわけなんですけども理論とそれからそれに対する演習というのがあるんですけどねでそれだけじゃないんですよ、ねえー、行政法規という法律も勉強しなければいけませんし教養3科目と言いましてですね民法経済学会計学というね、えー、教養も3科目あるんですよね。で、ですてがバラバララよ。 えー、経済学と民法がね、えーまああのえー、どっちもあるっていうのは、まあ、結構ね、ねそんなに多くないかなという,ふうに思いますけど全然発想法の違う学問ですからねた、まあ、従いましてですね、あのーまあ、きっちりとですね、まあ、しっかりと勉強をやっていかなければいけないんですけどポイントといたしましてはですね、えー、得意科目を作ってですねその科目で点数を稼ぐというスタンスよりもですねどの科目もですねこけないと。 どの科目も合格点は取れると、えー、そういうスタンスの勉強法を実践した方がですね短い期間で受かりますので、えー、バランスよく勉強していくと、えー、そこがですすね大切かなというふうふに思っております、えー、でどうしてですかってことなんですけど難しすぎる問題がですね出題されることがですね結構あるんですね。 じゃあ、難しすぎる問題って何でしょうかということでありましてですね、私、経済学の教員ですから経済学でちょっと申し上げますけどね、2018年に経済成長内政的成長理論というのが出題されましたよということでありましてですね、あの経済成長というね、まあ、そういった まあ、テーマのね、テーマがありましてですね、まあ、非常に難解なんですねで経済成長の中でもですね2018年に問われたのは内政的成長理論ということでありましてですね、まあ、特にまた難しい分野難しい理論になるわけなんですよね、えー、しかも2018年にです、ね、ポール・ローマという方がですね内政的成長理論を開発したということでそれでノーベル賞を取ってますから、まあ、したがってそれぐらい難しい理論ですよノーベル賞の理論ですよねそれが問われちゃったと、まあ、もちろんねあの素人向けにアレンジして出題、えー、者の先生が がね、あの出題さ,されてるわけなんですけどそうは言っても難しいですよそうは言っても、ね、ですから鑑定試験の経済学っていうのは先ほど申し上げましたけど教養試験ですからね教養3科目の1科目ですからねそんなに勉強する時間がないんですよ経済学にね経済学に充てる勉強時間というのはそんな多くないんですよ後でちょっと述べますけどなのでまあここまで問われちゃうとちょっと厳しいかなってことですねだから経済学でね 点数を稼ごうとしてたですね、受験生の方はですね、この2018年は稼げなかったですよ。だから、自分は経済学が得意だと。じゃあ経済学で点数稼ごうと、そういう発想は捨てていただきたいです。こういう難しい問題がですね、出ちゃうってことは結構あるんですよ。これがね、例えば30年に1回ぐらいね、こういう難しい問題が出る こともあるってんだったらねそういう問題が出たらもう笑うしかないということでまあいいのかもしれませんけど結構な頻度でね難しい問題が出ちゃうっていうのはあり得るんですよなのでですね受験生の立場からするとですね、えー、あんまりこのね得意科目をですね作ってそれで点数を稼ごうという,いうスタンスでやっちゃうとですね、えー、それは得策ではないということになるわけですね難しい問題出ちゃったら 勉強してた人も、勉強してなかった人も、同じ0点に近い点数になってしまうんですよ。ですからあー、得意科目はあっていいんですけども、とにかく苦手科目をなくしてですね、どの科目でもですね、点数を取れる、合格点を取れる、そういった勉強法をやってっていただければと思いますね。 でまあ、会計学で言いますとですね、事業分離というのがありましてね、まあ、あの公認会計士なんかね、もちろんこの事業分離というのを知らないとですね、話になりませんけども、え我が不動産鑑定士試験はですね、あの会計学というのはですね、共用3科目の高々一つなんですよね、まあ、それで事業分離まで問われちゃうとですね、ちょっとこれ、立ち受けちできないよとですから会計学なんかも2013年、事業分離が出ましてですね、会計学で点数を稼ごうと思ってた方はですね、そこでこけちゃってということになっています。 でおりました。ですから要は何が言いたいのかつと,いうと、えー、この科目で点数を取るぞと稼ぐぞと20点ぐらい稼ぐぞとそれが当たる場合もあります。だけど当たらない場合も結構多いということでありましてですね。だからバランスよくねどの科目も取れちゃうとね、えー、そういう勉強法を心がけていただければと思いますね。で、えー、まあ予備校がねやっぱりねその際には必要になるのかなというふうに思いますね。 で、選ぶポイントなんですけどね、まあ、レックではです、ね、YouTube でね、収録講義をチェックできます。えー、私は経済学の収録講,、えー、講師ということでありまして、えー、私の講義、えー、ぜひ見ていただければと思いますね。で、さらに、ですね、教材のチェック、ですね、どんな教材使っているのかなと、講義、これ、一番大切かと思いますね。さらに、講義を、えー、講義に関連するですね、教材、これもやっぱり大切になりますからね、えー、講義と教材を、まあ、しっかりとチェックしていただきたいと。 ね、やっぱり合格するには予備校を使わないとなかなか難しいですよあの予備校を使わなくて合格することはそれは無理じゃありませんよ。 だけど、えー、非常に時間をロスしてしまうと思いますよ、やっぱり私だったら、経済学の問題をです、ねえー、2007年からね、えー、講師やっておりますから、ずっと見てきておりますし、どういう傾向にあって、そして今はどのような力がなければ合格できないのかっていうのを把握しておりますよ、だからそういうね、えー、ノウハウをです、ね、利用した方が、もう本当に圧倒的に時間を節約できますんで、まあ、したがって使った方が得ということでありますので、まあ、いくつか予備校ありますから。 あぜひね、ユ、えーチューブで動画をね確認していただいて、でですねでまあ私は経済学ですけども、民法もありますし、会計もありますし、官邸理論もありますから、あそんなね科目をねそれぞれ見ていただいてで、分かりやすいかどうか、そこを見ていただければと思いますね。見ててもちょっとも分かんないというんだったら合わないですよ、だったらやめたほうがいい。ねだけど、見てて、あ俺、分かりやすそうだなと。 ねえー、いけそうだなというふうに思う,、ね、もう,思うのであればぜひちょっとチャレンジしていただきたいかなと思いますねだから合う合わないってあるじゃないですか。 お前の顔見たくもねっていう人もいるわけですよ。私、たまに言われたりしますけど。<laughs> ね、えー、で言われたりしますけど、そうであればやっぱり合いませんよ。だって私が合格までですね、ここにちょろっと出てきて喋るわけですよ。見たくないって言っても喋ってるのに顔見,見,見えちゃうわけですから。だからもうちょっと嫌だなっていうね、えー、講師であればですね、それはもうレッコ選ばない方がいいというふうに思いますけども、ただ合う会うないありますからね。 合うはないはありますから、だから YouTube でぜひチェックしていただければと思います。安い買い物じゃありませんから、ぜひあの購入される前にねチェックをしていただければと思いますね。で分かりにくいなら合わないかもということで、まあ、そういった方はですねあの、まあ、購入はおすすめしません。でで、まあ、中の後産むですね あの当たるか当たらないかっていうのは大違いなんですね、まあ、私はですね、まあ、自分で言うなというふうによく言われるんですけども、まあ、結構当てております、経済学の問題を。ね、結構当てておりますので、あのー、今年こういうのが出,ます出,る,出ると思いますよっていうのが結構当たりますんで。 それはあの予備校の,です、ねえー、そのお直前期ですね本試験直前期に答案練習会それから公開模擬試験というのがあるんですけどもそこで,です、ね、扱った問題が結構そのまま出るということもあるんですよだからそのまま出てほしいっていうのを考えてです、ね、我々作っておりますので、えー、ですからまあそれが、ね、そのまま出ることもあるんですけどもな、まあ、出ないことももちろんありますよ出なかったらお前外してんじゃねえっていうふうに怒られたりするんですけども、まあ、あの当たることもあるという とことでその適中率っても結構大切かなというふうにね、えー、だからどんだけ当ててるのかっていうのもね、えー、そ,のそれぞれの予備校のホームページ等でね、チェックしていただくといいいいかなという,ふうに思いますね、えー、ここまではね、ちょっとパワーポイントを使ってのお話だったわけなんですけども、ここから先はですね、えー、試験制度についてもね、えー、簡単にちょっとお話しさせて、試験制度、それからまあレックについてね、簡単にお話しさせていただこうと思いまして、ちょっとこのパンフレットをね、写しながら、えー、ちょっとお話しさせていただければと思いますね。 えー、不動産鑑定士ということでありまして、えー、パンフレットになりますけれども。えー まあ、レックの合格者ということで、まあ、令和元年度になりますけれども、まあ、30名の合格者が、えー、いらっしゃいました、えー、そしてですね、えー、令和2年度はですね、えー、20名ということでありますということで、まあ、合格者の方、排出レックではさせていただいておりますということであります。 でまあ、担当とですね、えー、論文があるわけなんですけども、まあ、私、論文の方の講師なんで、ちょっと論文中心でねお話しさせていただきますけども、えー、論,文し論文式試験のですね的中実績ということで、まあ、結構ですね当てておりますので、まあ、あのパンフレットなんかもですね見ていただいて、ですねあ結構当ててんのかと、レクって呼びが結構当ててんのかというところで、ね、あの後ほどちょっとあのパンフレットを手に入れてね、見ていただければ幸いであります。 ではあの不動産鑑定士のですねまあ、試験ガイドというところになりましてですね、えー、どういう流れでですね試験が行われるのかっていうことなんですけども、えー、簡単に見ていきますとですねまず担当式試験というのがありますねそして、えー、論文式試験に行くということなんですけど担当で合格していただくということが大切になりますねでまあ、科目なんですけどね担当はですね行政法規それから鑑定理論この2科目になりましてですね、えー、そしてまああの合格 基準ですねおおむね7割というふうになりますねだいたい5月のね、えー、母の日ですね、まあ、そのあたりに実施されると5月の中旬の日曜日になりますね でまだいたい合格率がですね三十三パーセントということでありましてですね、えー、まあ二千二十一年はですね三十六パーセントぐらいね合格率三十六パーセントぐらいの合格率だったんですけどまたちょっとね合格率上がっておりますよということですね。 でまあ、その担当を踏まえて今度論文ということなんですけど担当式試験で合格された方は今度こっちに行くわけなんですけども、えー、論文の方はどうかというとですね科目ですね教養三科目ですね民法経済会計学ということでありましてですね担当の時にあったですね行政法規はなくなります論文ではねそして鑑定理論で、まあ、理論と演習ということでありますですから計、ねえー、4科目になるわけですね、まあ、理論と演習で分けると計5科目になるのかなと。 ということで、ありますで、えー、試験日なんですけども、まだいたい7月中7月のですね下旬から8月の上旬ですね、で日曜日を含む、ですね同日、月ということでありますね、だからお仕事をやられている方は、ですね、まあ、月曜日ね、ちょっと休んでいただくということになろう,なろうかと思いますけど、えー、初日ですね、民法、経済と、そして、えー、2日目ですね、会計、鑑定理論、えー、そして、えー えー、さらに3日目ですね、理論の、えー、論文と演習ということでありまして、えー、長丁番になりますけどね。 で合格基準はでおおむね6割ということでありまして、えーまあ、2か月半後にですね合格発表ということでありますね、でえーまあ、ここで、ねえー、合,合格率ということでありますけど、14.9%、これ2019年でありますけどね、で2019年が14.9%でありますけども、えー、2020年はですね、えー、17.6%になりますね、17.6%。 合格されてているととうことでありまして合格率もですね高まっているということでありまして、だから人が足りてないんですよね、だからやっぱり合格者を増やしたいということでありまして、ですね合格率も上がっているということで、ただから今、チャレンジするのが非常にですねあのよろしいのかなということでありますよね、だから合格率がどん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 上がってきていると、そこはチャンスではあるわけなんですよね。 で、えーまあ、論文も合格したよというのであればですね、今度、実務収集ということでありまして、まあ、コースが1年および2年ということでありましてね、えー、実務に関する講義、リ、ま、ー、あ e ラ, e、ラーニング形式で学ぶとそれから基本演習ですねそれから実地演習ですねそれから終了講座ということで、まあ、実務収集を経てですね、ようやく不動産鑑定士として登録してですね、バリバリ働いちゃうということでありますね。 でまあ、この試験、ですね、こんな感じになっているんですけれども、えー、担当で合格したらですね、翌年、そしてその次の年ですね、免除になります。ね、担当1回合格すればですね、その次の年その年と、えー、その次の年とそれからさらにもう1年ですね、免除になりますので、えー、従いましてですね、あのー、計3回ですね えー、論文を合格できますよとでここで受かんないのであればもう一回また担当から振り出しというふうになってしまいますけども、えー、担当1回合格すればですね3回ですねとりあえず論文を、えー、論文式試験を受けることができますよということですねですかねで、えー、まあ鑑定医療の行政法規民法経済学会計学とお、まあ、こういう科目がありますんでまあいくつかね、えー、ちょっとね、えー あのいろんなことが書いてありますけど、えー、パンフレットを後ほどちょっと手に入れてですね見ていただければと思っておりますでまあ、託研をお持ちの方なんかもいらっしゃるかなっていうふうに思いますけどもまあ、そういった方はですね、特にですね不動産鑑定士という資格はですね、おすすめであるということですね、でなぜかというと、まあ、結構重なるんですよね、えー、宅検士試験という、まあ、資格が試験がありますけども、えー、例えば、権利関係が問われますけど、 鑑定試験の民法と重なりますね。それから宅建業法は行政法規で使えますね。それから法令上の制限というのがありますけども、こちらも行政法規あるいは鑑定理論でね。宅建業法法令上の制限は行政法規鑑定理論なんかでも、えー、まあ、関係してくるのかなと。えー、ごめんなさい。えっ、ー、とこの宅建業法法令上の制限は行政法規ですね。それからまあ、その他のね。 不動産鑑定評価基準というのがあるわけなんですけどこっちがまあ鑑定理論に関係してくるということですね、まあ、残念ながら私が関連している経済学と会計学はですね、まあ、ちょっと宅建とはちょっとあんまり関係ないかなということでありますけども、えー、民法と行政法規と鑑定理論に関しては、まあ、つまり3科目に関してはですね結構絡んじゃうということですね、まあ、どんだけ具体的に絡んでるのっていうとこうですね55%ですね宅建の知識で得点できちゃいますよということでありまして結構まあ重なりますよねですからまあ宅建を5 合格しているというのであれば、ですねこれ、使わないともったいないですよ、あの使わないともったいないというのはあの、受けないとちょっともったいないかなということでありまして、宝の持ち腐りになってしまうのかなということでありまして、ですねあのぜひね、えー、受けていただくといいのかなと思いますね。 でですね、あのじゃあ、どれだけですね、勉強すればですね、この不動産鑑定試験に合格できるのかということなんですけど、だいいたですね、担当と論文合わせてですね、2500時間というふうに言われておりますね、だいたい担当で、まあ、500、まあ、500かかんないぐらいかなというふうに思いますけど、担当で500時間、そして論文で2000時間、ざっくりと見積もっていただくとよろしいかなというふうに思いますね、で講義込みです、これからあの講義、講座のお話をさせていただきますけど、講義、講座を込みでだい、え、た、ー、い2500時間と。 えー、講義プラス、まあ、自習ということになろうかと思いますけどね。でですね、まああのー、レックにはいろんな、ねえー、講座がありますけども、えー、このね、えー、担当論文フルコースですね、担当と論文をですね、もう、えー、一緒に勉強しちゃおうというコースですねでそれから、まあ、担当と論文をですね。 えー、勉強するんですけども論文ね基礎のコースだけちょっとやっちゃいたいなとそういったコースですねそれから担当の合格だけをまず目指すというコースですね、えー、もありますよということですね。ですかねだからこう初学者の方はですねこの3つのタイプ。 があるということですね。だからこの担当論文フルコースっていうのはね、これ学生さん向きですね。あの時間が結構あるんだと、まあ、だからその就職中の方なんかもいいかもしれませんし、あるいはそうですね。うん、今ちょっとタイミング的に仕事の時間がそんなにね、あの仕事でそんなに時間が取られないんだという方なんかもこの担当論文フルコースなんかはいいかなという風に思いますね。まあ、先ほど私が口頭で申し上げましたように、だいたい2500時間がの学習時間が必要にな。 あるわけけなんですけども結構時間があるという方はこ,れをこちらの、ね、コースをぜひチャレンジしていただきたいかなというふうに思いますね。でまあ、通常のやっぱ社会人の方であればやっぱりこっちかこっちかということですね。で、まあ、ちょっとね頑張りたいんだという方は、ね、この論文の基礎コースも含めたコースで,です、ね、チャレンジしていただきたいと思いますし、えー、ちょっと忙しいとだけど鑑定士になりたいんだとまずは担当だと。 そういった発想の方もいらっしゃると思いますけどそういった方はですね担当合格コースですね、まあ、年間で500時間ぐらいあればですね、えーあのー、十分いけますんで忙しくてもね、えー、ぜひ、まあそういうあのー、この3つの中からねちょっと選んでいただくということであります。いいですかね えーまあ、このようにですね、まあ、3つのコースがありましてということでなんですけどもレックではですね、えー、この講座ですね、えー、3つご用意させていただいておりましてですねあのそれぞれの講師がですね、えー、戦略をしっかりと立ててですね、えー、あの解説させていただいておりますのでそして直前期にはね答案練習会模擬試験、えー、がありますんで、えー、実践のね、えー、おあの実践も詰めるということですね。 だから勉強というのはですね、インプットも大切ですけども、アウトプットというのも大切なんですけど予備校はですね、その双方、ですね、インプット解説講義をもちろんするとでそれに加えてですね、アウトプット、ですね、答案練習会公開模擬試験ということで実際にね、答案を書いていく。 担当であればマークシートの色を塗っていくそれをですね時間を計ってですね練習する場っていうのもね提供させていただいておりますのでぜひともですね今先ほど申し上げましたように YouTube 等でですねね動画を、ね、講義動画をですね見ていただきまして会うのであれば。 ぜひチャレンジしていただければと思いますね。あのまあ先ほど申し上げましたようにね、2500時間、まあ早い方はね、2000時間いかなくて合格されますけども、まあだいやっぱり2500時間ぐらい見てほしいかなというふうに思いますけど、そんなにかかんのかというふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、難しいからこそ価値があるんです。ね、みんなが取れる資格は申し訳ないですけど、あんまり価値ないですよ。みんな取れちゃうんですから。 ですけども、みんながなかなか取れないんですよ、2500時間確保するの大変ですよ、なので、しかも努力しないと、2500時間で、ね、たらたら勉強しても受かりませんよ、2500時間、真剣に勉強してとていうことですから、やっぱり大変な、ねえー、ことだと思っておりますけども、えー、だから大変ですよ、受かるの、ね。だけど、受かるの大変だからこそ価値があると、ね、簡単に誰でも受かる資格っていうのは、やっぱりあんまり価値ありませんよ。 なのでぜひともですね講義、まず無料動画見ていただきまして、ですね会うのであれば、ぜひチャレンジしていただければと思いますね。チャレンジしていただけるのであれば、我々講師は最大限、かけながらバックアップ、サポートさせていただこうと思っております。本日はですね不動産鑑定試験のですねガイダンスということでありましたけど、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした